今回は王座戦の第3局を見ていきたいと思います。黒番が楊八段で、白番が井山王座ですね。まあここまで井山王座2連勝ということで、まあ楊八段としては追い込まれているわけですから、ここでね、反撃ののろしを上げたいですよね。まあお互い2連生の席ですね。まあ、2連戦も人気の布石の一つですね。まあ、結構足早な布石なんでね、まあ、隅を一手で済ませてるので足早に打てるんですよね。まあ、黒はどんどん足早に打ってますね。で、白はじっくりね、まずは地を取ってということですね。で、ここで大ゲイマに打ちましたね。で、白が右辺、これ割り打ちという手で右辺にね、入ってきましたね。まあこれ黒がどっちから詰めてもね、開く余地があるので、まあ簡単に収まることができますよね。まあというわけで、まあ黒がちょっと工夫したんですよね。上から攻めてきたんですね。まあ、ただね、右辺ね、一応白はこのツケから切りがうまい手でしたね。これで、収まることができるということですね。で、黒も気合で隅を取って、まあ、ここの黒石取れましたから、まあ、白は不満ないかなと思いますね。で、黒もね、隅の地結構大きいですからね。お互い不満ないということですかね。で、当て打って、まあ、ここで黒が今、先手取って好きなとこ打ってる局面なんですが、ここを打ちましたね。ここが大きいっていうのはちょっと気づきにくいとこでしたね。まあ、白から当てられるのが嫌だったということですかね。まあ、今、左下とか、今黒がかかり一本で手抜いてる状態ですから、左下とか大きい局面なんですが、まあ、右下も大きいという判断ですね。で、白がこちらに打ったんですが、ここに打つのが大きいっていうのはちょっと気づきにくいところでしたね。やはり今左下がやっぱりお互い大きい場所で、まあ白がなんか左下を受ける手も大きい場所でしたね。まあ、右、まあ左上が大きいという判断ですかね。で、とりあえず黒が先にこちらに回れたので、まあ黒としては不満はないのかなと思いますね。まあ、ここ白がじっくり手厚く打ってますよね。外回りで打ってますよね。もう左辺を目いっぱいに広げていきましたね。で、黒ここから入ってきたんですね。まあ、ちょっと白の受け方、様子聞いた意味もあるんですよね。で、まあ、ここら辺に、まあ、当てとかの利きがありますので、まあ軽くさばいていこうという手ですね。まあ場合によっては捨てますよというところで、まあ白おとなしく受けましたね。まあここでは厳しく上から攻めていく手もあったと思うんですけど、ちょっと絶芸の図も見ていきましょうか。上からこういうふうに攻めていく手もあったと思うんですけど、ちょっとここはっきりしないですからね。まあ上から攻めて取れないと中で生きられてしまうと、地を損してしまう可能性があるということで、ちょっとこれはっきりしないですよね。まあ、こんなような手を示してますが。まあ、まずは取れるものは取ってしまおうということで、先にね、地を取る選択をしましたね。まあ、こういう手が一応、上と下の交換なんでね、まあ、一応黒は少し利かしたという判断ですかね。黒は不満ないということなのかなと思いますね。で、ここら辺にね、黒石が来たことによってね、白としてはちょっと気をつけなければいけないことがありまして、右辺の白ですね、これがまだはっきり生きてないんですよね。はっきり生きてないんですが、この右辺の白ちょっと心配になってくるんですが、これ、
こちらに打ってね、切ってった手が一番厳しい手でしたね。これすごい手でしたね。まあ、ちょっと絶ゲーの図も見ていきましょうか。まあ、絶ゲーは意外とこれ心配してるんですよね。この瞬間右辺の、まあ、ここをつけられた瞬間なので真ん中が一番気になるんですが、右辺危ないと言ってるんですよね。だから、ここに当てるぐらい、一手守るぐらいが本手と見てるようですね。まあ、一応黒も真ん中跳ねれれば不満はなさそうということですかね。まあこういう展開になれば見た目はちょっと黒が打ちやすそうですよね。まあというわけで、まあこれは勝負手だったかもしれないですね。勝負しに行きましたね。もう右辺の白は危ないんですが、しのぎ勝負に行きましたね。もう全部頑張り切ってしまうということですね。まあ中央の攻防、まあ地は白を稼ぎましたよね。稼ぎましたが、だいぶここに相当黒石来ましたからね。これは危なくなったんですが、この切りがすごい手でしたね。ちょっとこれ気づかないとこでしたね。これは結構地が損なんですよね。結構地が損なんですが、ここの切りをは、あの、ここの当てる手をはっきり利き筋にさせようという手ですね。まあ、黒ここに打ったっていうことはもう狙いを右辺一本に絞ってますよね。これはだいぶ地を損してますので、これは戦果をね、先に地を損しての攻めなので、これは戦果を上げないといけないということで、これ本気で取りに行きましたね。これびっくりなところでしたね。まあ、実際の形勢なんですけどね。まあ、切りを打つ前の実際の形勢なんですけど、黒が少し、まあ、実際は黒が少し打ちやすかったようですね。まあ、打ちやすかったというか、まあ、実際は黒が少し形勢良かったようですね。まあ、絶ゲーは、まあ、取りに行かないというような手を示してますね。まあ、生かす方針ですね。で、ここら辺に打って、まあ、なんとなくここら辺に打ちまして、まあ、こんな感じで、まあ、ここの黒を助け気味に打つっていうことですかね。まあ、こんな感じでも黒が悪くはなかったようですね、形勢自体は。まあ実際は難しいところでね。まあ結構これ取りに行くっていう判断、英断でしたね。これはもう取りに行かなければ、井山王座には勝てないという判断ですね。やっぱり井山さんにね、勝つのは大変なんですね。で、これもすごい手でしたね。これは隅の地を頑張った手なので、まあこの、右辺の白は全然死ぬ石ではないですよと言ってるんですよね。逆にね、私はもう地をどんどん稼ぎながら最強にしのぎますよと言ってるんですよね。ここら辺すごいとこでしたね。まあ実際危なく見えますけどね。まあ外側の黒がはっきりしてないので、まあ、形勢不明ということですかね。実際は相当難しいですね。で、ここで切りましたね。今、白がこちらに打ったところで切りましたね。ここ絶ゲーの図を見ていきましょうか。切らない手もたようですね。まあ、黒としては、ここに白の眼ができなければいいので、こういうふうに切らないで、欠け眼を狙っていく手もあったようですね。まあ黒としてはもう先に地を損してるので本気で取りに行く体勢ですよね。まあ、つけまして、まあここの真ん中の具合がどうなってるかですね。で、こっちに打って、
まあ、ここがね、目ができなければいいので、欠け目であればいいので、あと外側の具合ですよね。で、こうやって、まあ、実践ここの、こう取った局面までですね。まあ、現在の状況としては、まあ、ここの黒が切断されてしまいましたので、まあ、ここの黒が無条件では生きてませんので、ということは、白が、ここの外側の白がですね、無条件で死ぬということはなくなりましたね。なので、まあ、こうという形になったので、かなり局面としては複雑化した形勢不明の局面かなと思いますね。で、ここの小争い始まりましたね。始まったんですけど、このコスミでだいぶ評価値が落ちましたね。このコスミもしかしたら敗着になったかもしれないですね。ここまで全く評価値50%で互角の形勢だったんですよね。まあ、つけてれば難しかったようですね。まあ、ツケの方が白のコウ材が少なくなってるという判断ですかね。まあ、非常に難しいとこでしたね。で、こちらから打ちまして、まあ、ここ、コウ材で打ちましたね。で、ここで黒がコウ解消したんですけど、ここではっきり負けのコースになりましたね。まあどうしてかっていうと、まあ黒が、例えばですけど、まあこう、下辺のこう頑張ったとして、まあ下辺受けたとして、まあ白が取り返した時ですよね。取り返した時にこういうふうに真ん中にまだ黒が生きるコウ材があるんですよね。で、この生きるコウ材っていうのが黒が得なんですよね。白が損をしないといけないんですね。これ中から行かないといけないんですね。だからこれがとりあえず地として相当得っていうのがまず一つですね。で、もう一つは黒のコウ材が増えるんですよね。この真ん中のコウ材が使えるということは、黒のコウ材が増えるということですよね。だから、まあ、コウの解消が、まあ、結論としては早かったということですよね。もうコウを解消してしまったので、真ん中の黒が生きるっていうコウ材が使えなくなってしまったわけですね。ということは、黒のコウ材が減ってしまって、はっきり負けのコースになりましたね。で、下辺のコウになりましたね。下辺のコウになったんですけど、白は、そばコウがたくさんあるんですよね。生きるコウ材がたくさんありまして。まあ、こういうところが全部コウ材であって、で、黒はもう真ん中の生きるコウ材が使えませんので、もうコウ材がはっきり足りなくなってしまったんですね。で、こちらに取られたところで、もうはっきり勝てないということで、ここで、黒が投了して白の強し勝ちとなりました。まあまだ白からこういう抑えるそばコウが残ってますので、ちょっとコウは勝てないという判断ですね。で、まあ形勢としても、まあこの白が生きてしまうとですね、まあはっきり、まあ地合いの差がはっきりしてるということで、まあここから逆転難しいということで、投了仕方ないという判断だったのかなと思います。井山王座のしのぎの名曲だったかなと思います。というわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。